山本和作は兵庫県川西市出身の元プロ野球選手。大阪経済大学の出身で現役引退後の2016年からは同校の公式野球部で監督を務める。小学3年時に明宝少年野球クラブで軟式野球を始める。中学時代は兵庫川西で2年時に全国大会出場。天が崎工業高校では1年夏から ベンチ入りした。3年夏は4回戦で敗退し、甲子園出場は叶わなかった。大阪経済大学に進学すると、1年秋に、関西6大学リーグ史上初の1年生で、首位打者、ベストナインを獲得。2年春にもベストナインを獲得した。2年秋から三類種に転校。3年秋に、明治神宮大会に、同校初出場すると初戦で、 本類打を放つも敗退。4年時には、大学通算100安打を達成し、特別賞を受賞。リーグ通算83試合出場、329、打数101安打、打率、307、4本類打、42打点。2008年のプロ野球育成ドラフト会議で、読売ジャイアンツから3巡目で指名。 支度金200万円、年俸240万円という条件で育成選手として入団した。背番号は105。巨人時代2009年2010年には育成選手としてイースタンリーグ公式戦や三軍戦のみに出場した。2010年のシーズン終了後には背番号を009に変更している。2011年にはイースタンリーグ公式戦で 開幕から、レギュラー遊撃手としてに、公主ともに安定した成績を残した。5月23日に支配下選手契約へ移行すると、共に、背番号、91へ変更。移行後は一軍昇格を果たせなかったものの、イースタンリーグ公式戦全体では、打率、281、チームトップの9本塁打、45打点を記録した。ところが、10月に、 左室外骨を骨折したことから11月25日に再び育成選手契約へ移行。この移行を機に背番号009を再び着用することになった。2012年には7月2日に再び支配下選手契約へ移行。背番号も91番に戻ったが一軍公式戦への出場機会はなかった。2012年11月5日に 勝木亮太・アナン・トールとの交換トレードで、東野俊と共に、オリックス・バファローズへ移籍した。背番号は、66。2013年には、プロ入り後初めて、公式戦の開幕を一軍で迎えた。3月29日には、千葉ロッテマリーンズとの開幕戦で、一塁の、守備要員として一軍デビュー。4月には、14日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦で一軍初安打を記録すると、二十八日の同カードで一軍公式戦初のスタメンに起用された。五月には、九日の福岡ソフトバンクホークス戦9回裏、西万塁での打席で、プロイリアと初のサヨナラ安打を記録。試合後に、人生初のヒーローインタビューを経験すると、十九日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でも、スタンドで、 母親が見守る中、一軍初本塁打となる勝ち越し本塁打を放ち、再びインタビューを受けた。なお、一軍公式戦には通算96試合に出場。50試合で遊撃、38試合で一塁、20試合で三塁、2試合で外野の守備についたほか、打率、226、4本塁打、15打点を記録した。また、 シーズン終了後の12月6日には推定年俸1200万円で契約を公開している。2014年には前年に続いて公式戦の開幕を一軍で迎えた。3月28日には日本ハムとの開幕戦に途中から出場したが同点で迎えた12回裏の一塁守備で失策を記録。このプレーをきっかけにチームは NPB の2リーグ分立後初めてとなる開幕戦2年連続、サヨナラ負けを起死した。一軍公式戦全体では、16試合に出場しながら、本塁打を放てず、打率、083、2打点という成績でシーズンを終えた。2015年には、一軍公式戦3試合に出場したが、8打席無安打に終わった。10月28日に、 球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日には、シートバッティング形式の12球団合同トライアウトへ参加。7人の投手に対して、二塁打一本を含む二アンダーを放った。しかし、他球団から獲得を打診されなかったことから、現役を引退した。この間には、プロ野球戦力外通告。 首を宣告された男たちのスタッフが山本への密着取材を実施。同年12月30日に取材の模様が t b s 系列で放送された。その一方で、プロ野球経験者による高校、大学野球の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて、2015年末に研修会へ参加。2016年2月2日付で、 日本学生野球協会から資格回復の適正認定を受けたため、翌3日には母校である大阪経済大学の公式野球部監督に就任することが発表された。NPB でのプレー経験がある元プロ野球選手が指導者としての経験を積まずに日本の大学で野球部の監督を務めることは異例である。がむしゃらなプレースタイルが特徴。 パンチ力を秘めた勝負強い打撃を誇り、内野の全ポジションだけでなく、外野もこなす、ユーティリティープレイヤー。愛称は、カズサク試合では、生地と腕が、ピチッと密着するようなアンダーシャツを好んで、着用している。巨人入団後から毎年母の日になると、母親にカーネーションなどいろいろな種類の花束を、プレゼントしている。 巨人時代は実家までの距離が遠く、直接渡せなかったが、オリックス追跡後は車で行ける距離になったため、直接渡せるようになったという。ありがとうございます。